主任警部モースは、イギリスの推理作家コリン・デクスターの代表作、モース警部シリーズを原作とする、刑事ドラマのシリーズ。主役のモース警部役を、ジョンソーが、部下のルイス・ジュンザ役を、ケビン・ウェイトリーが演じた。1話2時間の作品が1987年から2000年に、かけて、全33話放送された。原作者のデクスターはそのうちの30話に、 クレジットなしで亀を出演している。第1話はモールスのタイトルで1987年1月6日に ITV 系列で放送された。制作は ITV の系列会社であるゼニスプロダクション。1995年から1996年はプロダクションがカールトンテレビジョンに変更され、その後カールトンと WGBH のジョイントベンチャーによる制作となった。 すべてのエピソードで異なる殺人事件の捜査が描かれる。アンソニー・ミンゲラが第1話、ジェリコ外の女を含む3話の脚本を担当した。第1話には、ジェマ・ジョーンズ、パトリック・トラウトン、ジェームズ・ローレンソンらがゲスト出演した。他の脚本家に、ジュリアン・ミッチェル、ダニー・ボイル、アルマ・カレンなど、監督に、ジョン・マテン、ハーバート・ワイズ、ピーター・ハモンド、エイドリアン・シャー・ゴールド、 ダニー・ボイルなど、人気が衰えることなく、イギリス国内のみならず、ヨーロッパでも何度も再放送されている。吹き替えは n h k 衛星第二テレビジョン放送時のもの。ジャガーマークに2.4リットルモースケーブの部下ルイスが主人公のスピンオフ、オックスフォードミステリールイスケーブが2006年に ITV で制作、放送された。 この作品ではルイスは警部に昇進している。これまでに9シリーズが制作され、最新作は2015年10月に放送された。アメリカでは、インスペクタ・ルイスのタイトルで PBS で放送された。2012年には、モースの若かりし、頃を描いた、刑事モース・オックスフォード事件簿が2時間の単発スペシャルで ITV で放送された。舞台は1965年で、 主演は、ショーン・エヴァンス。モースの上司で、父親的存在でもある、サーッズデイ役には、死は、我が隣人にゲスト出演した、ロジャー・アラムが起用されている。翌2013年に第一シリーズが制作され、2018年から第5シリーズが放送されている。ジョンソーの娘アビゲールソーが、新聞記者役で出演している。ありがとうございます。